上原浩二の雑談魂。雑談魂。今回はメジャーリーグの生活について振り返っていただきたいなと。メジャーリーグの生活、はい、この1975年世代、うん、はい、メジャーリーガーがなんと8人もいます。それは多いのかな。多いでしょ。多いですよ。上原さんいらっしゃって、うん、和夫で、和夫さんいらっしゃって、謙信、謙信さん、立山、立山、はい、立山さん、岡島、岡島さん、大岡、はい、大岡さん、マック、はい、マックか、あと一人、久、はい、あ、久の、あ、そっか、はい、8人です。野手は松井さんだけなんですよ ね、 そうですね、確かに。そうなんです。皆さんピッチャーなんですよ。まあね、野手自体が少ないもんね。すごい世代ですよね、改めて。まあ、変わり者が多いってことだよね。え、そういうことなんですか。まあ、ある意味もうみんなキングと、キングと思ってるから。みんなキングと思ってるから。もうみんなもう引退してこう丸くなってきてるけど、現役の時なんかみんな集まったらもうキングが、もうみんなもう、もうこんなんよ、みんな大変じゃないですか。今のメンバー聞いただけでやっぱ個性的やもん。いや、まあすごい、そうですね、うん、ですけど、だってマックなんて最初から行ってるわけでしょ。で、大川だって日本で一生分けて行ったんだよね、うんうん、だからもうほんまにメジャー行きたいっていう、そういう気持ちの強いやつが多いわけやんか。今でこそそういうのが多いけど、はい、昔そこまでね、メジャーメジャーっていう時代じゃなかったと思う中でこんだけ行ってるわけでしょ。買い物が多いんですよ。結論、75年世代は変わり者が多い。でも7人ピッチャーからね。ね、はい、代わりもばっかりな。そうじゃあね、ピッチャー。野手一人だけやろ。変わってるやん。どっちもどっちですよ。もうずっと一緒。同業メガネも。はい。さすがにこの8人で集まったことっていうのはない。それはないね。ないね、うん。集まったらどんな感じの会になると思いますか。75年世代メジャーリーガー同窓会みたいな。いや、俺ピッチャーみんな7人な、これ一人だけ野手折りたくないわ。嫌ですか。いや、多分カズオの横俺が座ってると思う。で、ヒサさんがお尻出してみたいな。もうええやろ。もう出さない。もうええやろ。もう出さない。46やで。誰が見たいです。マーコ制覇揃いの世代ですよね。あの、日本人内野手として初めてこうメジャーリーガーで移籍をされて、うん、見ていかがでしたか。自分はそんなふうに思ってなかったんですけど、ね、あんまり意識してなかったんですけど、相手の打球であったりとかね、ピッチャーが何を投げる球種を投げるとか、相手の走力であったりとか、いろんなことを覚えないといけない1年目だったなと思いました。いや、でもだってデビュー戦、開幕戦いきなりやりましたよね。あれは僕でもびっくりしましたよ。開幕戦初打席初球ホームラン、もうそこしか打てるとこないと思ってたから。いや、一緒でもなんかもう常に初球いかないと、うん、一球上げてる余裕はないです、僕は。なかなか開幕戦でその初球打つっていうのはないよね。ないよね、うん、メジャーの選手とか、みんな見送ってボールパッて戻したりするけど、うん、 そ、 ね、うん、それを打ってしまったの俺いいのかって思ってしまったけど、うん、でしかもその初打席ホームランっていうのを3年連続でやってらっしゃるんですよね。3年連続なんや。2年目までは知ってるけど、3年目は怪我したんよ、開幕、うん、で開幕怪我して上がってきたのが、あ、自分の、そう、自分の、はい、シーズンの、はい、その初打席、まあ、でもそのホームランの印象はね、メジャーでなんか強いよね。そうですよね、うん、だってパワーもまたある、ね、メジャーリーガーに対してパンといきなりっていう、リーチがないとかいろんなことになると、やっぱあの外に向こうに打つことってなかなか難しいですよ、うん、もうこの辺じゃないともう打てないです。やっぱ全然違う、違うと思う。あの、動くボールに対してどう対処したの。見極め、こう引きつけて引きつけてって言って、うん、でもなんか引きつけてたらまずホームランなんか打てへんやんか。打てないよね。で、残そう残そうと思うと結局前に行けないから、うん、打ちに行って実際来たと思ってそこで打ちに行った時にはどうやっぱ沈んでる分、まあ、力抜けてるところで当たってるよね。なんかゴロにしかならないし、うん、旗本ね、一応さんだけど、もっと前に前に打ちに行った方がなんか拾えるんじゃないかっていうふうにはなんか思った時はありましたね、うん、松井さんもね、向こう行ってゴロでね、いろいろ言われたじゃないですか。ああいうのってやっぱりその動くボールでボールバットの下に当たってるわけやんか。下に当たるね。動いてるボールってやっぱり全部沈むの。いや、自分ではそんな風に見えへんのよね、まあ、よっぽどのシンカー、そのツーシーム系のピッチャーはいてるんで、うんうん、それなら別ですけど、それでもやっぱ94、97とか来るので、はいはい、まっすぐなんですよね、うん、で、まっすぐと思って打っていったら、ちょっと沈んでる。あれは日本のピッチャーには投げれないのかな。
投げれない。投げれない、やっぱ投げれないというか、ボールが違うんで、うん、あ、日本のボールとね、アメリカのボールね、乾燥してる乾燥してない、はい、のも関係してくると思います。また球場によっても全然違いますもんね、メジャーリーグ、うん、で今年鈴木誠也が一応行くって言ってないから、どう思う、あの動くボールっていうのは。右バッターで前だけ引きつけて打ってるバッターだし、うん、楽しみかな。楽しみ、やれると思う。守備力もそうやし、うん、肩もそうやし、うん、足もあるもんね。でここの事務所やしね。それそれ一番大きいよね。やっぱり総公衆事務所みたいなね。そうやな。そりゃそうか。4文字揃っちゃったよ。大事ですか？大事。もう事務所上げての応援やから。そうですね。しかもなんて言ったってね、ワールドシリーズチャンピオンの上原浩二がいる事務所ですからね。うん、いやいや、それよりも今上行ってるからね。いや鈴木で大変だっつってだからさっきから言ってるけど。だからこうやってもう本当誠也君の名前出るとすごい嫉妬するんですよ。いやさっきまであの奥さんもいらしてて、ね、あ、ね、あ、そうですね。もう奥さんも大事にして、うん、鈴木誠也も大事にして。鈴木夫妻。で俺は昨日上原って呼ばれてるわけやん、社長に。言ってたね、呼び捨てですよ。いや、ほんまやね、あれ。そうやろ、してるやろ。どう思う、これ。だからシャン言ったもんね。差しすせそう言えない社長なんですよ。滑舌が悪い。うん、いや、でもこれは本当ね、みんなが楽しみだと思うね。うん、俺もすげえ楽しみや、ね。右なんで。確かに右バッターが今向こう行って挑戦したのって過去に、まあ、新庄さん、あ、井口さんだ。井口さんもでも引きつけてタイプみたいな。あの日本人選手がメジャーリーグでその活躍するそのためのなんかポイントってどういうところだと思いますか。でもやっぱ私生活も大きいですよね、環境もね、うん、大変でした。やっぱり順応するまで喋れないから大変。あ、うん、もちろんまあ通訳さんは通訳もついてるんです、うん、まあいいんですけど、で通訳もだから気心知れた通訳っていうのがいたらいいんやけど、新しくこう接する人やんか。あ、そっか、あ、そっか、まずそもそもその自分そうキャンプで初めましてぐらいのなる人やから、はいはいはい、結構ねそこも難しいです。あ、そこも本当難しいですね。なんか監督人とか呼ばれるんですよ、たまに、うん、調子悪くなってきてとかさ、はいはい、どうだって言われた時に通訳に自分の本音を言えないです。そっか、うん、あ、そういう意味。そうだから、いや、もうこう、こう多分悩み事もあったとしてもそこは見せれないとこなんで、うん、なんかそうなると、まあ大丈夫だよみたいな。あ、通訳の仕事って本当大変と思う、うん、やっぱ選手がせっかくね、まあ、僕とかこう選手に入ってるのに通訳を来てしまうと、まあ、そこ全部頼りになっちゃうんで、うん、まあ、そこは引いたりとか、うわ、そっか、だからそこの何ですかね、空気感も感じれるのが大事と。そうだから過去に俺言ったかもしれんけど、ボストンの時はね、シャグ、あの、外野守るやんか、うん、で俺は通訳いないところにとりあえず行ってたの、うん、あの他の選手とこう一緒に行って通訳とこう俺はなるべく喋らないようにして、はいはい、もう片言の、ね、単語ばっかり並べるような、うん、そんなんでも向こうは通訳いないから手助けしてくれるわけですよ。そういうのが結構大事なんですよ。そういうこう気持ちを見せる、姿勢を見せることが大事なんですね。そうそうそう、あいつなんかずっと通訳と一緒にいるなとかって思われたらちょっとね、マイナスなんですよ。ああ、うん、確かに助けてあげたいとか、そう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 、一緒に頑張ってあげたいって思うような、そういうのが結構ね、うん、大事。本当に困ってたら選手が呼ぶと思う。誰々ちょっと見てくれとかつって確かに、ね、確かに、うん、一緒に入ってる方が、うん、やっぱもうゆっくり喋ってくれるし、うん、なんか言ってもまあね、落ちこらえた時もあるけど、うん、それもなんか仲間じゃないですか。そうそうそう、まあ、そこに入るのは大事かな。俺ら投手会行った時通訳なしで行ったからね。え、一人で乗り込んだんですか。行った行った。どこでしたか。しかもあれ遠征先やったよね。で、お店の場所はまあメールでもらってて、じゃあそのもう一人のやつと一緒にじゃあ行こうかって言って、こうやってホテルの下集合なって言ったら、あいつそいつ先もう行ってやがって、え、電話したらもうおるから早く来いって言われて一人でお店まで歩いて行って、でお店の前で追ってくれたけど、はいはいはい、お前言ってることちゃうやんけっていうのをちょっとね、はい、日本語で言ったった今の感じ言ったんですか。あの英語じゃ出てこんかったからお前って言いながらこう日本語で言ったった。そして相手どんな反応だったの。笑ってた絶対分かんない。いや分かってると思う、分かってると思う。そうそう、うん、でもそいつとすごい仲良かったもん。逆にあのメジャーに行って良かったなって思ったことや、わ、これめちゃくちゃいいやんって感動したことってありますか。
芝生の匂いが良かった。え内野手ならではの意見やな。どんな日本ってどっちなんですか。天然芝、まあ、日本にもありますけど、うん、であのね、太陽がすごい近く感じるし、もうここの場所でできてることがもう最高に楽しかったです。へえ。開幕戦、各都市の開幕戦でジェット機飛んでる。 あれ俺ごめんなさいね、毎年泣いてた。ええ、なんで。いや勝手に涙流れてくるのよ。感動。ベンチ前で並ぶでしょ、戦闘機ね。戦闘機、はい、あれで泣いてた、はい、感動。感動で、いや勝手に涙出てくる。確かに俺2年目でステルスを初めて見たの、うん、ステルスって見えるんやと思った、うん、ステルスって見えへんのちゃうみたいな。うわ見たで、ね、違う感動。えってあれ5機ぐらい並んでくるから、うん、あれは感動する、ね、感動する。鳥肌立つよね。もうそう、鳥肌どころか俺買って、なんで涙出てんだろうってずっと思ってたもん。俺なんで泣いてんねんって、うん、へそれぐらいも感動する。やっぱなんかそういうこうスケールの大きい演出も多いですもんね、メジャーリーグって。うん、そうですね。で、カズオなんて特にもう開幕戦とかあったら名前呼ばれて出ていくわけじゃないですか。そうですよね、うん、一番興奮するんじゃない、それこそ。やっぱ自然とこう高まってきます。そのメジャー生活の中での一番の思い出って何ですか。先頭出しじゃないですかね、あの初球を。うん、1年目の、1年目の、うん、あれはどうだ。それ以外のあの大輔とワールドシリーズの対戦は、いや、あれも良かったね。うん、大輔とまさかアメリカのチームでワールドシリーズで対戦すると思ってなかったんで、うん、あもうそれはもうテンション上がって絶対まっすぐやるみたいな。え、その時1打席目初球のやつまっすぐ打った。打った打っとったろ。いや、もう初球まっすぐ打つのうまいね。いや、もうそこに行かんと、うん、向こうも絶対来るやろみたいな、うんうん、しっかり打って。いや、しかも異国の地でね、もともとのチームと異国の地 で、しかもワールドシリーズで対戦できるってないよ、それは。いや、そうですよね、本当に。いや、いいなと思うよね、それは。ボストンも強かったな、うん、あ、でそっか、強かった。ボストンが勝った、あれ2007年ね。そう、その後に俺がボストン、うん、残ってたら対戦してたかも。え、13年はもう13年もう日本やもん。そうか、うん、テレビで見てた。テレビで見てたよ。そっか、大事だよね。テレビ見てていかがでしたか。やっぱいいなと思った。いいな、リングみたいなね。あ僕らはナショナルリーグチャンピオンのね、リーグチャンピオンのもらってるんで、うん、やっぱワールドシリーズチャンピオンはやっぱり違いますよ。でもそのリーグチャンピオンの指輪だってね、うん、いや貴重ですよ、それは、ね。うん、いや、あそこまでたどり着くのが大変なんです、本当に。162試合した後に3回ぐらいね、ポストシーズンやらないとそこに行けないんで、もうそこは本当大変ですよ。メジャーに移籍してからこうやって上原さんとずっと連絡を取ってらっしゃったんですか。自主トレを、うんうん、そうやね、同じ場所で、あの、まあね、何回も言ってきた、あの東京ガスのグラウンドで、あ、はい、僕ら、まあ、一緒のグラウンドでやってるけど別々でね、もちろんですけど、うん、そこぐらいからだよね、うん、あ、よく連絡取るようになったり、連絡取ってるのは、あの食事行ったりとか、うん、ほぼ毎日会うんで。そうそう、毎日会う。じゃあ逆に言うとそれまではそこまでそんな、そうですね、あんまりなかったよね。へえ、うん、でもオールスターとか会えば、ね、会えば喋るぐらいで、ご飯行ったりとかはあるけど、うん、そんな特別仲がいいっていう連絡とか、そう、ね、連絡とかね、うん、まあ、なんかね、そのチームカズオも5、6人いたりして、はいはい、まあ、こっちも、まあ、僕だけの時は2人か3人とかあるけど、この周りの人たちも同士も仲いいのよ。あ、じゃあもう、そうそうそう、チームぐるみで。そうそうそう、それが良かったですよね。誰かとこう、ね、仲悪いとかじゃなくて、みんな仲良かったから、それがすごい楽しかったっていうか、その奥にご飯食べたりとか、うんうんうん、できる要因の一つじゃない。あ、だからそれが続いて、うん、ゴルフを、そう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 、前日もこの収録の前日も行ったりとか。そう、すごいいい交流ですね、うん、上原さんね。いや、これは大事にしたいですよね、うん、トレーナー同士も仲いいですし、うんうん、まあ、マネージャーは来てないか。あ、マネージャーは来てない。こっちは、うん、あの一応社長兼マネ、はい、マネージャー失礼やね、社長やろ、ね、社長が遠投もできる社長やね。そうそうそう、あの遠投させていただいて、はいはい、あのキャッチャー受けていただいて、はいはいはい、そういう感じで一緒にトレーニングして、はい、トレーニングさせていただいて、はい、社長だから、社長と、はい、いい思い出です、はい、あ、それもうせえへんや、そうや、もうせえへんや、トレーニングも。シーズンオフとかに
笑ってゴルフしたいです、ね、ちょっとゆっくり、ね、チームがすごいいいところにいて。確かにそうですよね、うん、俺はずっと笑ってるけどノンプレッシャーノンプレッシャーあのサンデーモーニングぐらい今プレッシャー。いや、まあね、上原さんもしっかりね勝つあっぱれ入れなきゃいけないですから、うん、いやいやサンデースポーツもそうですけど、うん、もう一生懸命やってるんです、うん、そうですね。もう上原さんはあの日曜日の男になったんで、はいね、張本さんは張本さん、はい、上原は上原でちょっと見てください本当に。そうちょっと結構気にしてるんですよ。そう本当にもうね、あのコメントがもうぐさってくるんです。上原さん結構繊細なんで、あのコメントもうこれが本当毎週見なあかんよね。僕らもね、はい。球場で見てますから。あ、そうか。見てらっしゃる。キャンプの時は多分練習前は見れないと思うな。あれででも時間的に早で行ってるかな。あ、そうかそうか。だから本当シーズン中のはあのシーズン中ぐらいかとかそのミーティング前に多分見てますから。あの多分取材で行くと思うんでね。来て。はい。その時はよろしくお願いします。はい、ね、話もまだまだ尽きないと思いますけれども、はい、そろそろね、お時間が、ね、いやメジャーな話、本当はもっとあるよ、うん、ちょっと待ってくださいよ、言ってくださいよ。いや、あるよっていうか、いや、数の聞きたいやん、うん、そうですね、うん、はい、でもね、あっという間にね、もう2時間以上経ってるんですよね。あ、もうそんな経ってる。じゃあ終わろう。いや、そういうことそういう、そんな去年セーブはないんだっけ。再開です。言わさない。すっごく今の悪い顔してましたよ、上原さん。本当に。監督がここヒットアンドランや言うのに、お前が盗塁のサインとか出しちゃったらいいよ。変えたったらいいよ。無理やろ。